はい、こんにちは。投資家宅です。今日も FTX について話していきたいと思います。えー、っと、昨日ね、あげた動画で、まあ、FTX が破綻するっていう動画をあげました。で、えー、っと、おそらくね、まあ、破産申請、破綻っていうのかな、すると思います。で、何、えー、何兆円のお金が まだまだ帰ってきてないという、まあ、状況で、えー、それが全部帰ってくるかって、おそらくありえないと思います。ま,あ、まず、アメリカが、あのー、資産、まあ、ビットコインであったり、イーサリアムであったり、いろんな資産を恐ら,らく差し押さえしてて、で、まあ、今、FTX の問題もあって、仮想通貨全体が 下がっていてい、まあ、そういうことを鑑みると、まあおそらく資産、おあの出してるお金の、まあ、5%から8%ぐらい返ってくれば、まあ、いいところだろうと思います。まあなんせね、あのー、<laughs> 仮想通貨全体がね、 マジで下がってて、えー、もう資産価値が下がってるんですよ。ほんとね、やめてほしいですよね。こういうさ、なんか、今までも、マウントボックスとか、コインチェックとか、ちょっとね、そういう、なんていうのプロ意識の低い会社が、まあ問題いっぱい起こして、えー、え仮想通貨業界っていうのは、ちょっと衰退の危機にあったんですけど、 まだ、まだね、こういうことする。まあお、同じ内容ではないんですけど、ね、こういうことする人が、まあ、いるんだなって思いましたね。まあ、個人的には資産を預けてないので、大丈夫なんですけど、ただ業界全体的にね、えー、またね、仮想通貨売られてね、まあ、なんて言うんだろう。お金出してる人からしたらね、 モチベーション下がるなって、まあ、思います。なので、しばらくはね、ちょっと買いをせずにね、えー、また冬の時代になるのかなって、まあ、正直思いますね。